が呼んでるような助走の午後、振り返りながら歩いた父ちゃんに手を引かれ、あの時感じた不思議な気持ち、男女かどっちかわからない、声をかけたらムキムキだったよ。誰でも一度は女装だったけど、みんな忘れてる。偉そうな顔した政治家や隣にいた親友も、皆さんここが女装の枠です。変態だよね。仕事って辛いよね。何のために生きてるかって思うよね。でもこの枠でちょっとでもニコニコしてさ、まあ頑張っていこうよ。見ているような男の女装だ、振り返りながら歩いた女装に手を引かれ、あの時感じた不思議な気持ち。あ、彼女できないな、どうしようかな、クリスマス。あ、そうか、俺が女になればいいんだ。頭いいな俺。